ーさんはまだ起きてるですか？起きてるです。余裕で起きてるです。やらなきゃいけないことがあるなら桃たちも手伝うよ。全然大丈夫、実況してるだけだから。お腹グーグーなら夜食を作るです。え、桃とミルクが作ってくれるの？めっちゃ感動的やん。寝るまで桃たちも起きてるからね。ありがとう。てかもともと猫は夜行性だよね。はい、またあゆなさんに会っちゃった。夜行性だよね。なんか今日は感動的な感じで言うけど、ニャイスな日。桃たちはいつもあゆなさんのこと待ってるのよ。なるほど、もっと会いに来るね。今日は何しようか。とりあえずご飯食べよう。ご飯。あゆなさんとしたいこといっぱいあるですよ。はい、ってことでとりあえずご飯を、チキンライス2回で新しいのが増えるけん、とりあえずチキンライス作ってこう。連打で素早く切りましょう。さあ来い。すごいすごい。いいぞいいぞ。なんかつい最近チキンライス作ったような気がするけど。上手です。あー辛い。時間トントントン。おいし、あんだけトン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 やって四つ切りにしかできてないっていうのがぴったり止めて焼きましょう。ほい、さあ来い。すごい油が湧いてくる。早くです。もうちょっと置いといてよかったかな。早くです。これぐらい、もうちょっとかな。熱くないかな。はっ、ああ通り過ぎた。まあでもね、あの範囲内やけん大丈夫。どう？何点？960点。でもまだ40点分あるね。待ちきれないよ。はい、どうぞ。いただきます。何あれ、てっぺんゆで卵かなんかね、ぽいよね。いいね。ごちそうさまでした。綺麗に食べたね。はい、それじゃあガーデニング、今回また多分新しい、あ、ちょっと待って、水がってことで遊ぼう。さあ、それじゃあ猫じゃらし、よし、やっていくよ。音楽に合わせてエルタールやったよね。オッケー、猫じゃらしを振ってね。はい、来い。前回私めっちゃダメダメやったよね。ちょっとびっくりするぐらいダメダメやったけん、今回はちゃんとやっていこうと。いや、前回も私ちゃんとやったつもりやったんやけどね。はい。はい、はい、はい。おー。いい感じじゃない？怖い！ちょっと今。あー。あ、いける。今回、これパーフェクトでいけるんやない？まだまだやけど。はい。怖い。お。あー怖い。これでもうラストやろ。お。あー、もうなんか目が追いつかない。怖い。はい。あ、いける。多分。お、いける。あー怖い。あ、いいやん。やったー、フルコンボ。パーフェクト、すごい。やったねー、初フルコンボ。イエーイ。これと同じような感じでボールもいけばいいんやけどな。はい、素材ゲットってことでガーデニングをしましょう。はあ、フルコンボ達成できた。多分今回もね、あの新しい植物が生えてくると思うんやけど、どうでしょうか。あの左上のやつ見たことないやつじゃない？違うかな。何が育つかな。ガーベラ？あれ、ガーベラって前にもあった気がするな。え、ってことは全体的にもしかしてあったやつ、カモミールやった。カモミールやった。でもどちらにせよ育ったことあるやつやな。小悪魔マム。え、これ初めてのやつや。小悪魔マムやって、なんか同じような感じの前になかった？なんか名前は違ったけど。
見た目的に。はい、白菜。その横も白菜やったよね、多分。はい、白菜。はい、そして秋のバラ。まあ、でもとりあえず小悪魔マムが新しくできたけん、目よしとしよう。はい、それじゃあ植えていくよ。今回もまたここ四角い種、白菜じゃありませんように。ちょっとずつパーセンテージは変わっていきよるけんね。ここももう 50% の確率で違うのが生えてくるけん、そっちが育ってくれればいいなと思うんやけど。あ、これはもう確実に今までにないやつが、楕円形の種ね。今までに育ったことないやつが育つやつや。はい、四角い種、さあお願いします。これでコンペイトー3個、よし。あゆなさんにお魚のプレゼントよ。お魚？いつもお世話になっているあゆなさんのために。お魚はプレゼントされる側じゃないの、猫は。桃が頑張って釣ってきたんだよ。マジでありがとう。なになに？うなぎをもらいました。うなぎ。蛇みたいな魚で本当は買ったのかな。もらっちゃっていいの、ありがとう。いや、素直にありがとうでしょ、そこは。どういたしまして。あゆなさんが喜ぶことなら桃何でもしちゃう。かわいいな。この細長いヘビみたいなお魚、うなぎって言うんだってさ。ミルクちゃんが教えてくれたの。このうなぎっていうお魚はね、ミルクは物知りだな。かば焼きにして食べるとすごい美味しいなんだって。うなぎのかば焼きは美味しいよ。あゆなさんに美味しく食べてもらえたら幸せよ。幸せか。私もうなぎのかば焼きが食べれたら幸せよ。はい、それじゃあお金はどれぐらい貯まったんかな。ここのここでは見えんのか。ちょ、買い物に行こう。とりあえずあのショップとりあえずあの、あ、そうそうそう、メイクルームね、使えるようになったよね、ここで。今これモモはチャトラ。うわ、すげえ、もう種類が全然ちげえ。あ、見て、なんか目の色もほら片方ずつ変えられるんや。へえー、すごい。こういうのなんていうんやったっけ、ちょっと忘れたけど。ちょっと忘れたけど、ほらほらほら、え、すごい。え、でモモの場合は、あ、ちゃんとなんか種類が違うんやね。ほら、ミケになる、ミケに。でも絶対こっちの方が可愛いと思うよね。うん、こういう感じらしい。はい、それじゃあちょっとショッププレゼントを買いたい。そう、前回ちょっとミルクの方にぬいぐるみを買ったから、今回はちょっとモモにクレヨンとか。よし、可愛い。可愛い。ハニワ猫フィギュア、これを買おう。結構な値段するな。はい、じゃあこれをプレゼント。はい、どうぞ。ちゃんと2人一緒のところで渡すんやね。ハニワ猫フィギュアをプレゼントしました。ハニワ猫とは、わーい、ハニワ猫のフィギュア欲しかったんだ。マジで欲しかった。ハニワ猫っていうキャラクターなんかな。フィギュアももっといっぱい集めたいな。うんうん、あれどれぐらいの大きさなんやろ。流行ってるの。うん、どうなんだろう。猫チューブでは時々見るよ、猫のフィギュアコレクション動画。そうなんや、そんなんあるんやね。流行ってても流行ってなくても欲しかったの。まあね、自分の好みやもんね。猫フィギュアはもともと大好きだけど、あゆなさんからもらうとますます宝物になるの。おー、それは嬉しい。桃のお部屋に飾るね、本当にありがとう。どれぐらいの大きさなんかな、ちょっと気になる。パッと見た感じ大きそうな感じやけど、でもフィギュアってことは、あーよね、あんまり大きくはないよね。これからも増えてくんかな、猫ハニワフィギュア。猫ハニワ、ハニワ猫、ちょっとわからん。はい、それじゃあエピソード。
回のエピソードは、あのね、桃、ちょっと思ったんだけどね、ふんふん、喧嘩したくないって思ってたらもうしないのかな。さあどうなんやろ。一度喧嘩して仲直りしたらもうずっとずっと喧嘩はなし。いやでもなくしたいと思ってもしてしまうもんじゃないの。うん、そりゃしたくはないやろうけどさ、うっかり喧嘩しちゃうかもです。そういうもんやと思うよ。また喧嘩しちゃったらどうすればいいのかな。また仲直りすればいいんだ。猫たちはどう思う。うん、また喧嘩しちゃったらすまんって言う。うんうん、すまんってまた仲直りしたいですね。それを繰り返して成長していくんだ。何回喧嘩しちゃってもまた仲直りしたいよね。そこで終わらんかったら大丈夫よね。何回でも仲直りしたいです。不思議ね、喧嘩しちゃうのにすぐに仲直りしたいって。そうやって理解していくものだと思う。家族だからだよ。家族だから、家族だから喧嘩しても仲直りしたくなるんです。友達とかでもそうやと思うけど、喧嘩したら絶対に仲直りしようね。猫たちにはあゆなさんから教えてもらったすまんがあるから仲直りできるです。もっと本当はね、ごめんねとかの方がいいと思うけど。なんです。前にミルクちゃんが作った風船ちゃん、勝手に遊んでペシャペしてすまん。お、あ、ちゃんと謝ったね。それから冷蔵庫のいちご俺も勝手に飲んですまん。あ、ちゃんと怒った理由がわかった。もう大丈夫です。すまんしてくれたので仲直りです。うん、うん、ね、仲直り、ちゃんとヤンダフル。ちゃんと仲直りできるのはいいことだ。ヤンダフルです。喧嘩してそのままやったらちょっと嫌やけどね。全然大丈夫大丈夫。渡せてないプレゼントないよね。ないないない。さあということで、もう一個エピソード見ていこっかな。最近ちょっとエピソード溜まってきよるけんねん。あのね、この間のミルクちゃんとの喧嘩のことちょっと考えたのよ。うんうん、ミルクちゃんと一緒に暮らして縄張りも一緒の家族になってね、うん、ミルクちゃんには何でもしていいような気持ちになってた。あー、なるほどね、そういうやつね。ももちゃん、でも心にも縄張りってあるのね。あの親しき中にも礼儀ありっていうやつだけどね。ミルクちゃんと喧嘩しなかったら気づかなかったよ。ミルクちゃんありがとう。ほう、いいや。縄張りの中に勝手に入ったらいけないの。よく気づいたね。えへへ、ね、自分で気づけたの偉い。ごめんくださいの気持ちが大事なんですよね。心も、ね、同じよ。うんうん、相手の気持ちを考えてごめんくださいの心でお話しするです。めっちゃ大人やんこの子ら。心の縄張りは見えないから、ちゃんと自分の気持ちを相手に伝えるのも大事。うんうん、それから悪いことをしたらちゃんとすまん。言葉ってニャンダフル。言葉ってニャンダフルです。あゆなさん、言葉を教えてくれてありがとう。まあでもね、ももとミルクちゃんは二人とも最初から結構喋ってたけどね。もっともっと言葉を覚えたいね。そうしたらもっと気持ちが伝えられるです。ねえ、ほんわかした時に使う何かいい言葉ないかな。ほんわかした時に使う言葉、幸せで嬉しい気持ちの時に言う言葉知りたいです。うん、それじゃこの中だったらどれがいいと思う。生きててよかった、あー幸せ幸せ、ハッピーハッピーゆる、あー幸せ幸せでいいんじゃない。あ、幸せ幸せ、うん、幸せな感じする。まあね、2回も言ってるからね、幸せ。あー幸せ幸せ、嬉しい感じがするです。ほっこりするね。幸せ幸せな毎日だったら何回も言わなくていいけどね。
あゆなさんとももちゃんといっぱいや幸せ幸せって言いたいです。そういう生活ができるように頑張ろう。あの時計が一周した時に家族レベルが上がりよるってことよね、きっと。積み木で遊び出したあ、こっちはネズミのおもちゃ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで、まあ猫の外見も変えれるようになったけど、あそこまで変えたらさすがになんかもうなんかね、別猫、別人というか別猫っていうかねそんな感じがするよね